リンダ・ダーネルはアメリカの映画女優。テキサス州ダラス出身。本名はモネッタ・エロイーズ・ダーネル。11歳でモデルになり、13歳で舞台に立った後、母親の影響により1939年、ハイスクール在学中の15歳の時に年齢を偽って20世紀、フォックスのカメラテストを受け、合格。同年、 映画プロデューサーのダリル・エフ・ザ・ナックと契約を結び、芸名を本名のモネッタからリンダへ変えて、ホテル・フォー・ウィメンで映画デビューを果たす。1940年代1965年にかけて、ヘンリー・ハザウェイ、ウォルター・ラング、ラオール、ウォルシュ、ルーベン・マムーリアン、ヘンリー・キング、ダグラス・サーク、ルネ・クレール、オット・ー・プレミンジャー、ジョン・フォード、ジョセフ・エル・マンキウィッツ、 ロバート・ワイズといった名監督の作品に幅広く出演し、活躍した。また、スクリューボールコメディで知られるプレストン・スタージェス監督の殺人幻想曲に出演している。1965年、イリノイ州の自宅で火事に遭い、翌日亡くなった。ダーネル自身のタバコの不始末が出火の原因という説もあるが、詳細は分かっていない。41歳であった。 ありがとうございます。